スルイマン自動車用品の草です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、フロントグリルをアエンスプレーでメッキ加工です。うちの車トヨタプロボックスです。過去の動画で樹脂パーツ専用のツヤ消し黒 PP メイトを塗り、引き締まった印象になりました。今回は未塗装のノーマルフロントグリルに亜鉛メッキ加工をします。常温亜鉛メッキローバルのスプレーを使います。鉄の地肌や劣化した亜鉛メッキの上に塗る強力な錆止め塗料です。プラスチック用のスプレーではないので、塗料に含まれる溶剤で樹脂パーツが溶ける可能性もありますが、試してみます。本来は鉄の地肌や亜鉛メッキ部分に直接塗ることにより、電気化学的な錆止め効果を発揮するため、下塗りプライマーを塗ってはいけません。しかし用途以外のプラスチックに塗りますので、密着性を高める密着ロンマルチを下塗りすることにしました。両面テープで固定されているエンブレムを取り外して、フロントグリルは洗剤で洗って乾かしています。塗装場所の気温は約22度、湿度は約 53% です。マスク、ゴーグル、手袋を着用します。はい、まず下塗りの密着ロンです。15センチから20センチ離して薄く塗ります。1回塗り、または2回塗りの塗料です。よく振ります。試し拭きをします。15分から20分乾かします。20分乾かしました。はい、次は常温亜鉛メッキローバルスプレーです。30センチほど離して1秒間に10センチ程度移動しながら塗ります。30回以上振ります。試し拭きをします。30分間乾かします。塗料に含まれる溶剤で、溶けることもなく塗膜が定着しています。
30分経ちました。手で触っても塗料がつきませんので乾いています。2回目塗ります。新品1本、2回塗りで中身が空になりました。1時間乾かしてから磨きます。1時間経ちました。腰の柔らかい真鍮線のワイヤーブラシで磨きます。シルバーメタリック塗装とは一味違う独自の金属光沢仕上げになりました。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。